少女を亡き後、弾薬は忽然と消えてしまいました。時を同じくして非道を厭わぬ董卓が強大な兵力で都を制圧します。袁紹と曹操は董卓と弾薬のつながりを疑い、これを討つべく立ち上がりました。二つの小生に導かれ、あまたの輝きが集結し、全18軍にも及ぶ反董卓連合が結成されました。こたびも存分に手柄を立てるがいい。敵も強兵でな。交渉と申したか。お主は怪我人の救護に当たってもらえぬか。弾薬とともに竜に逃げろと？はっ。この両船が敵を止め、時を稼ぎましょう。任せたぞ、両夫。すごい数の怪我人のようね。手当ては私に任せて。孫権殿がこの先で奮戦されていると聞いたわ。あなたなら駆けつければ力になれるかもね。長城の元から消えた弾薬、行方を探るには再び洛陽に行くしかなさそうね。あなた方が去られた後、洛陽は大きな波乱に見舞われました。董卓という男が武力で都を占拠してしまったのです。董卓がなぜ急に力をつけたか、理由は定かではありません。この孤狼艦は洛陽につながる道を塞ぐ関門。董卓の兵も必死の防戦の構えです。共に行こうぞ。わしを選んで後悔させてはまずいからな。
尊厳様を探さねば。我がせがれ孫策が敵中へ突出してしまっていてな、連れ戻そうにもこう敵が多くては思うにことを運べぬ。お主であれば頼めよ。力ずくでも構わん。孫策に追いつき止めてもらえまいか。わしのことは心配いらぬ。先に行ってくれ。しても負けぬようになってから叩け。もういいって親父、一人で戻るって。サグ、いらぬ手間をこれ以上かけさせるな。ジェジェ、すまぬ。わしはこの花垂れを連れて一旦戻る。この場は任されてくれぬか。この先にある仕掛けで城門を開けば味方が堰を越えて進軍できよう。ただこの先の敵将は思いのほかやるようだ。
気をつけろ。
よこやつなかなかできるようだ。
太夫が立つ限り何人たりとも倒産。あとを任せられるか。
とせねばな。が追い詰められるとは。よし、この槍存分に使わせてもらう。増強ではないな。全てビューに。呂布が引いたぞ。落葉へなだれ込め。まさか。